澤田先生、ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。今年もですね、またあの青森の観光 PR ということで、あのここ立川駅にお邪魔させていただいております。今日と明日の2日間ですね、あのこのフロアで、青森のイベントを実施しておりますので、ね、皆さん楽しんでいただければと思います。まず、この時間はですね、お聞きいただきました津軽三味線演奏、そしてねぶた林演奏、そして跳人の演舞ということで楽しんでいただきます。で、ですね、今お楽しみいただきまして、またあのもっと聞き足りないなという方はですね、今回さらにですね、あの3時半にもう1回ステージがありますので、もしよろしかったらそちらのステージの方もよろしくお願いいたします。で、その後はですね、あとあの先ほど出てきました青森のキャラクターもまたあのもう1回登場しますので、そちらの方はあの同じ場所で、3時から登場しますので、ね、お子さんたちもまたあのそちらの方でお楽しみください。はい、そしてルミナさんの前、ではですね、あの跳人の方がつけるですね、あの鈴作りのワークショップ、こちらの方もやっておりますので、そちらの方もですね、もしよろしければあのご参加ください。そして、あの向かいの方、ビュープラザの前にはですね、あのダルマリンゴというちょっとちっちゃいねぶたを模したあの作り物があるんですけど、そちらの方にですね、願い事を書いていただくイベントとかですね、あと観光キャンペーン PR とかで、ね、そちらの方をやっておりますので、あのご旅行相談とか青森の観光について何か聞きたいことがありましたら、そちらの方をよろしくお願いいたします。そして、あと皆さんの向かって右手、こちらの方ではですね、青森の美味しいものたくさん売っておりますので、あのお楽しみいただいた後に、あの喉が渇いた方とかですね、美味しいものを食べたいという方はぜひお立ち寄りください。はい、それでは、あのまああんまり喋っててもあれなんでね、せっかくなんで、それでは林の方を入らせていただきます。それでは林方、よろしくお願いいたします。皆さん、ありがとうございます、ね、かっこいい演奏とかっこいい演舞でしたね。はい、それではですね、あの今ご参加いただいたあの団体の皆さんをご紹介いたしたいと思います。まずは、林方、ですね、東京ねぶた連合会の皆さんです。はい、東京ねぶた連合会さんはですね、あの関東ですね、いろいろあのお祭りのことが参加しまして、あのねぶたのですね、あの文化継承に多大な貢献をしていただいている団体ということで、あの2013年から青森市の観光大使に就任しております。いつもお世話になりまして、ありがとうございます。はい、続きまして、あと先ほどあのこちらで華麗な舞を見せていただきました跳人集団、こちらの方はですね、青森ねぶた跳人集団潮流会の皆さんです。こちらの方もですね、あの跳人を楽しむということです。あのお祭りに参加してですね、
跳人の楽しさと、あとは跳人の育成にも力を入れている団体になります。今日はこの2団体でお送りしますので、よろしくお願いいたします。ということですね、あとはですね、青森ねぶたに花を添えていただいてですね、ミスを紹介したいと思います。2018年のミスねぶた、折立咲さんになります。それではせっかくなんでね、折立さんの方からちょっと青森ねぶたについて簡単なご紹介をよろしくお願いいたします。皆様こんにちは、ミスねぶたの折立咲と申します。本日はよろしくお願いいたします。国の重要無形民族文化財に指定されている青森ねぶた祭りは毎年8月2日から7日までの6日間開催され、多くの観光客が訪れます。主役とも言われる大型ねぶたは22台出陣し、跳人と呼ばれる踊り手と活気あるお囃子が一体となって歓喜乱舞します。大丈夫ですよ、はい、じゃあ、ねぶた祭りなんですが、私のようなこの衣装を着ていただけますとどなたでも参加することができますので、ぜひ見るだけでなく跳人として参加いただければと思います。そうですね、ねぶたはですね、やっぱり参加して楽しいお祭りですのでね、はい、ぜひこの格好をしてですね跳ねていただきたいと思うんですけれども、その際にはですね、先ほど跳人の方がかけていただいた跳ねる際にですね、かける掛け声もあるんですね。そちらの掛け声の方はちょっと教えていただいて。はい、青森ねぶた祭りには、祭りを盛り上げるための掛け声があります。ではじゃあ今ここにいらっしゃる皆様と一緒にやってみたいと思います。私がラッセラーラッセラと言いますので、ラッセラッセラッセラとお願いします。それでは3回ほど行きたいと思います。ラッセラーラッセラーラッセラッセラッセラーラッセララッセラッセラッセララッセラーラッセララッセラッセラッセラ。ありがとうございます、はい、皆さん覚えましたね。簡単ですからね、ぜひ跳ねる際に掛け声をかけていただいてですね、お囃子の方を盛り上げていただければと思います。それではですね、早速じゃあ進行いきますか。はい、じゃあ進行じゃあ皆さんもぜひ一緒に声かけてくださいね。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。かっこいい跳ね方でしたね。それではですね、せっかくなんで掛け声の後にですね、このかっこいい跳ね方を勉強したいということで、これは跳ね方のプロ集団でありますし、潮流会の皆様からですね、ぜひ皆様にレクチャーをお願いいたしたいと思います。皆様はじめまして、私たちは青森ねぶた跳ね子集団、潮流会
羽戸の、仲間でございます。はい、ちょっとね、少し跳ねただけですごく息が上がる、すごく激しいお祭りではあるんですけれども、これから羽戸について少しお話しさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねぶた祭りはなんですけれども、先ほどミスねぶたの方もお話しされていたんですが、この衣装を着ていれば誰でも参加することができるお祭りになっております。皆さん衣装は持ってないわっていう方結構いると思うんですけれども、こちらの衣装、祭り期間中は青森市内いろんなところでレンタルショップがありまして、そちらの方に行っていただければ2500円から3000円くらいで衣装一式を貸していただき、あと着付けとお荷物のお預かり全て込みになっておりますので、飛び込みで、あ、今日金ないわ、あ、祭り見てたらすごく楽しそうっていう方いらっしゃいましたら、ぜひそちらのレンタルショップの方に行っていただければ、すぐに跳ね取りになってこのように跳ねることができます。今見ていただいた通り、ちょっと跳ね方、ぴょんぴょん跳ねる跳ね方があるんですけれども、そちらの方もお話ししていきたいと思います。皆さんこんにちは。次は僕から跳ね方を紹介したいと思います。跳ね方は簡単です。片足2回ずつけんけんをします。跳ね方の皆さん1回やってみましょう。せーの、けん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 。ありがとうございます。ちょっと観客の人たちにも一回り跳ねてもらおうと思います。皆さんお願いします。はい、一回りお願いします。小さいお子さんからおじいちゃんやおばあちゃんまでできます。あとでこのような羽をたくさんする時があるので、皆さんも一緒に真似をしてみてください。羽方はですね、とっても簡単です。今のように2回ずつけんけんするだけでもう すぐに羽とになれます。ですね、結構短い時間今やってるんですけど、本番はこれを2時間、そうですね、人数にすると何千人という規模の人数の跳人たちが参加して、お囃子に合わせてお祭りを盛り上げます。で、跳人にですね、鈴がついてるのが見えると思うんですが、こちらの鈴、跳ねてるとすぐに落ちるようになってます。でお祭りの時にね、よく落ちてたりするんですけど、その鈴、その羽戸たちに踏まれずに綺麗なまま拾うことができると、それは運のいい幸運の鈴と呼ばれております。こちらの鈴ですね、ちょっと一つ注意がありまして、羽戸の人から無理やり取ったり、ちょうだいちょうだいって言ってもらった鈴は全然運がいい鈴ではないので、ぜひ落ちてるのを見つけて、綺麗な鈴だったらそれがお守りになるということになっております。でですね、1年間だけの効力になりますので、拾ったらまた来年1年後にまた青森のねぶた祭りに来て、また新しいお守りを拾っていただくという形になりますので、ぜひ皆さん青森ねぶた祭りに遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はですね、小さいお子様が結構いらっしゃってますので、これから特別にこのねぶたの衣装をお貸しして、子どもたちの跳ねと体験をさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。ちょっとね、せっかくなので参加いただいたお子様の皆さんにもちょっとインタビューをしてみたいと思います。ちょっとだけ前に残ってもらってもいいかな。楽しかったですか？楽しかったそうです。それではね、せっかくの機会ですので、ここで、ね、別なあの林じゃなくてですね、林をですね、ちょっともう一回聞いていただきたいんですけれども、林、皆さんから見てですね、笛、太鼓、鐘の3部構成となっております。で、3つ重なるとですね、さっきみたいな感じになるんですけれども、一つ一つ順番に聞いていくとですね、また違った感じも味わえると思いますので、それをちょっと聞き比べしていただければと思います。そしたらまず笛から入りますので、よろしくお願いいたします。じゃあ113巻きで、ありがとうございました。それでは次津軽三味線と言いたいところなんですけれども、もう少しするとですね、この葉の鐘が鳴ってしまうんですがですね、ちょしばし時間調整をさせていただければと思います。もう一つお囃子をですね、お聞きいただきたいんですけれども、ねぶた2番進行になるんですけれども、ねぶたがですね、戻るときにですね、モロリというお囃子もちょっとお聞きいただければと思います。よろしく。さまし戻り三回し。素晴らしいタイミングになりますね。さすがです。しばらくお待ちくださいね。これが鳴り終わりましたらですね、次三味線に入らせていただきますので、
しばしお待ちください。すいません。先生、花田先生はですね、毎年開催されるこの全国大会というのがあるんですけど、そちらの方でですね、最高賞の三田坊賞というのを受賞しております。2017年のチャンピオンであります。そして、今年ですね、2019年4月にはですね、津軽三味線コンクール、ですね、こちらの方でも優勝を受賞しておりますので、実力は折り紙付きでございます。皆さん、奇跡この機会にですね、澤田先生の華麗なバチさばきと素敵な音色をご堪能いただければと思います。それでは澤田先生、よろしくお願いいたします。ねぶた林聞いていただきました。いかがだったでしょうか。皆様良かったでしょう。青森県ね、あれずっとやってるからね、ぜひ見に来ていただければと思います。でもそのねぶた祭りも負けない、やっぱ津軽三味線ファンで一つ見ていただきたいと思います。今日はね、本当にたくさんの方に集まっていただいておりますね。後ろの方もなるべく見えるように前の方に来ていただきながら、すいませんね、物販の方もさせていただいているので、ちょっとその辺は気遣っていただいてね、ご協力いただければと思います。さあ、それではね、津軽三味線聞いていただいておりますけども、私、青森県の出身ではないんですけれども、
生で喋ってるでしょ。青森県からね、青森県の出身ではないんですよ。ちょこっとだけ離れたところ、埼玉県の出身でたところが、いやちょっとしか離れてないし、ちょっと600キロぐらい離れてるだけでね。僕のお父さんが青森県の出身で、金城町の出身でございます。親戚には太宰治という人もいるわけでございましてですね、ね、おじいちゃんとか、ね、あのお父さんももしかしていいとこのおばちゃんだ、いいとこのお坊ちゃんだったかもしれないんですけど、私はその恩恵は一切受けておりません。普通に育ってまいりました。父が津軽三味線奏者をしておりました関係で、私も小さい頃から聞いていたんですけども、津軽三味線始めたのは19歳からでございました。津軽三味線を始めてちょうど11年目を迎えるわけでございますけれども、私一昨年にはその金城町の全国大会で日本一をいただき、今年の4月に東京で行われる一番大きな大会で日本一をいただいてまいりました。平成元年生まれでございます、澤田久人と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。もうこのイベント堅苦しく聞いていただくのはちょっと私たちもですね、 あんまり面白くないんで、一つ肩の力を落として、力を抜いてですね、聞いていただきたいと思います。青森県さん行ったことあるという方どのくらいいらっしゃいます？青森県さん行ったことあるよ。じゃあ今まで行ったことない、まだこれから行きたいなと思ってるよという方どのくらいいらっしゃいますか？すいません、そちらの後ろの方、僕の話聞こえてます？手挙げてないんですけども。じゃあもう一個聞きますね、必ずどっちかしかない。生で津軽三味線今日見るの初めてという方どのくらいいらっしゃいます？生で見るの初めて、この津軽三味線生で見るの初めて、ありがとうございます。じゃあ今まで聞いたことあるよという方、やっぱりそっち側の後ろの人話聞けてます？いや、どっちかしかないと思うんですけどね。ありがとうございます、ね、まあなかなかね、聞いたことある方はもちろん、聞いたことない方もそうなんですけれども、このぐらいの距離で聞いていただくことってなかなかないと思いますので、ね、今日だけじゃ足りないという方はこの回もそう、この後の回もそうですけど、明日もやってるんで、ぜひまたお立ち寄りいただければと思います。せっかく一度ならず二度までも来ていただいた時にはですね、そちらで美味しいものを食べていただいて、見て聞くだけじゃなくて、あと味覚でお楽しみをいただきたいと思っておりますので、ぜひね、青森県に一括して堪能できると思いますので、ぜひお楽しみをいただきたいと思います。じゃあその私は聞いても担当しておりますので、ぜひ最後はジョンカラ節で締めたいと思います。津軽のジョンカラ節演奏するんですけれども、津軽三味線、今日は皆様には津軽三味線を聴くプロになっていただきたいと思います。津軽三味線はクラシックとは違っていいなと思ったところで拍手をしていいというルールがございます。ありがとうございます。今ので5秒ぐらい伸びました。はい、5秒ですよ、今の。そんなに忖度しませんか。はい、皆様がですね、いいなと思ったところで拍手をいただければ、僕も乗ってまいります。演奏時間長くなってまいりますね。もし皆様から拍手をいただけなかった場合には、ぐっと短くしようかなと思っておりますので、ぜひご協力いただければと思います。ただですね、私こうやって演奏しておりましてですね、マイクちょっと使ってるんですけど、ほぼ生音で演奏しております。ずっと拍手されちゃうと演奏聞こえなくなってしまいますので、その辺は気を使っていただければと思います。さあ、このちょっと難しいですけれどもね、一緒に皆様と作り上げていく津軽のジョンカラ節でございますので、一つお楽しみをいただきたいと思います。僕が日本一をいただいた楽曲、津軽のジョンカラ節、もうこの後もね、毎回演奏しておりますけれども、この回だけの津軽のジョンカラ節になりますので、一つお楽しみいただきたいと思います。それでは津軽のジョンカラ節、お楽しみください。
先生ありがとうございました。皆さん今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。それではですね、ここのステージもですね、そろそろ終了となりますけれども、まあ、せっかくね、ここで青森を PR させていただきましたので、この後ですね、観光パンフレットをちょっとお配りしたいと思います。ぜひですね、もらって帰ってですね、青森の方へ、よろしければぜひお越しいただければと思います。よろしくお願いします。そうしましたらですね、そのパンフレットを配っている間にですね、少しお囃子の方の演奏もさせていただきますので、